はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ヨウムミョンです。今回ね、前回投稿した上級エースグガチャレンジをね、結構汚い方法でねクリアしてしまったので、今回はね綺麗に勝とうかなと。今回はねマシンは R9 に CPU を持ってきております。では今回はこれで頑張っていきましょう。できれば一発クリアさしたいですね。今のエースの乗り方は絶対スピンしてから下手したら、ベントリーと比べるともっと乗りやすいな、あるけど。あーでもアンダーがひどい。それやりなさせてください、挙動が全くつかめてないんです。一発クリアが速攻消えましたね。で、ちなみにこれ確か、なんだっけ。あれ何落としたんだっけ。あかん、忘れた。スパフォでもね、なんかしないと物忘れが激しいんだけど、最近中回転もあれだ、高回転ターボつけてるはずなのに、減速早えよ。合わせれるがやりづらいわ。外側の F 系がやっぱ一番怖いな。おお、4速であったらアクセルベタ踏みでいけるな。そこは分からないけどね。変にアンダー出るのって、ちょっとね、ゆっくり喋るように意識はしてるんですけれども、やっぱね、こうやって走ってるわけでテンション上がったりすると、どうしても早口になったりすることがあるので、まあそこのところは分かっていただければなと思います。3速で全開はダメか。オーラッキースリップ使えんじゃん。いただきます。デルドミングさん、チスチス。え、ちょ、なんでこれ、なんでこれ、あぶねー。止まった。あぶねー、止まんないかと思って一瞬。いや、これ後ろついてこう。ここに抜けるからね。インガー取っちゃえばこっちのも。
かしいんだけど、コンピューターはね、アウト側で出番とかね、苦手らしいから。その代わりイン側で出番とか、ほんと、腹立つほどね、粘るからね。ほんとこのライングレーム楽しいのはすごい抜きづらい。このように譲るんですよ、インカートルと。跳ねるんだよな、ここ。スピンしたかな。ギリギリなんですよね、PP700 でも。マシンが良ければ結構いけるんでしょうけど、ある距離にシップもそこそこいいマシンだとは思うんですけどね、結構厳しいんですよね。まあ、私がこの馬力に慣れてないだけかもしれませんけど、ちょっと厳しいですね、コントロールするのに。まあ、ベントレーよりかは、前回のベントレーよりかはマシですけどね。あんな going my way みたいな感じだから、もうね、ライセンス剥奪もんですよ、あれ。お、お仲間さん R93 チスチス。やっぱ4速でもベタ踏みしちゃうとリア出るか。これは突っ込めるかな、突っ込める、止まるか、ね、ガンコースつけてるか。一番怖いのこのコーナー、この高速 S 字でよくミスるんですよね。うわ、怖え。結構ギリギリ攻めてるから。やっぱ2速とか低速になると本当滑るな。リアがツルツルだ。いや、星野さんや蓮見さんはこんなマシンを操ってたと思うと恐ろしいですね。だって予選1200馬力超えですよ。それ考えたらえげつないですよね。ザーバーに追いついたら、あ、抜けるな。トヨタセブンどう攻略しようかなと思ったけど余裕でした。リアがツルツルだ。やっぱ後ろで待っても、まず受けるやつはどこでもある。ここだな。ごちそうさまです。よいしょ。最後の最後はちょっとこうすったな。
はい、ということで一発クリアできました。一発じゃねえな、一発じゃないですね。一回入れ直しましたけど、まあ約10分で終わせることができました。1回目。じゃあ残りはリプレイを見てまたお別れですね。面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた、何かリクエスト等あれば、お答えいたします。まあ、リクエスト等ある方はコメント欄またはツイッターの方にお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。またの機会にお会いしましょう。